はいどうも、しょうちみです。お願いします。というわけで本日はですね、冬の初投げを、まあ、前回の動画でしたんですけど、まあ投げれなすぎたと。ちょっとこう指の感覚があまり良くなかったので、今回こちらの、はい、キルダス、もうおなじみですね、キルダスを使って、キルダスマジックを発動させて、そこからもう一回後で、軟式ボールで投げてみたいと思います。肩も、まあ、軽いっちゃ軽いんですけど、やっぱ硬さはちょっとあるんで寒いし、これで一回ちょっとほぐして、指の感覚をしっかりつけて投げていきます。で、ほんと昔2年前ぐらいにこれやらせてもらった時に、アスリートタイプっていうのはとか難しい、ちょっと若干この黒い棒が重いんで投げる時にちょっとこうなかなか難しい、できない人が多かったんですけど、僕はまあ練習した結果使えるようになったんで結構飛ぶので、そこも見ていただいて、多分キルダスさんね見てくれてるはずだと思うんで、よかったら見てください。いきます、ゴー。ほう。いいよ、あっちです。すげえ。これ少年野球ぐらいだよね、多分。疲れるね、疲れるね。最後こうしたらダメだね。なるほど。上に。いやいや。おい。はい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 、このこうしたら目でこっからこうする感じ、この手首立ったままいきます。タイミングかな、このタイミング。あ、惜しい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 、もっとこう、たわむじゃん、たわんで、あ、まあいいんじゃない、いいんじゃない。あとは最後まで行く先で最後、こちらのこれをこれにで普通に投げるの、軽くじゃなくて普通に投げて、そしたら絶対上行くから。ああ、大暴投起きるんで、これは手首立ててこう投げて、これといい形を作った関係でボールにもいい形でそうしっかり伝わるから、上に行けば成功。誰もがなるから、まあ、ちょっと動かした方が、翔平さん動かした方が、軽く投げて伸びてる伸びてる、わあ。まあ、来てんね。お、危な。わあ、来てる、いい感じ。うわ、球来てるよ、マジで。いいよ。じゃあ、マウンド行く、マウンド。
なんか投げやすさってなんかある？球いきますそんな力なんか入れなくてもさ、はい、なんかいく感じしない？ありますね。でしょ、はい、さっきと違ってそれが俺のあのゾゾマリンのあの蹴り出すマジックの高めに行きまくったあれなんですよ。良平、はい、なんかさ伸びてない？いや、なんかのボール、うん、球速は出てないけど伸びはあると思う。すごいね伸びね。うん、低め。小手差しのコントロールで低め。小手先？いいね、リストの抜きは違うからね、別で。なんか分かる分かる、この腕のもう超抜く超抜く。走走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 走